アセスパンパニトのディーゼルエンジン通常動力型潜水艦とは原子力ではない動力を持つ潜水艦のことで原子力潜水艦と対比される用語である。よってこの用語は原子力潜水艦の登場までは使われていなかった。第二次世界大戦以前の潜水艦といえば通常動力型潜水艦である。動力としてはディーゼルエンジンと鉛蓄電池と 電動機械発電機の組み合わせが多い。ディーゼルエンジンは水上や先進度で発電機を回し、水上高校や蓄電池を充電することに使用する。水中ではディーゼルエンジンの燃焼に必要な空気が潜水艦内部に限られるので使用が制限される。その代わりに蓄電池に蓄えられた電力で電動機を駆動させることで推進力を得る。 しかし電力消耗による充電や艦内の換気のためにも時々浮上する必要がある。蒸気はディーゼルエレクトリック方式と呼ばれ燃費が良い上に大馬力を得られるため多くの潜水艦で採用されている。戦闘に使われる潜水艦にとってこの長期間の選考ができないということは大きな欠点である。例えば第二次世界大戦中。 ドイツ海軍の U ボートや日本海軍の潜水艦は、水上浮き工事に対戦障害機や艦船に発見、攻撃され、撃沈されたり、航行や潜水が不可能な状態に陥る場合が多かった。この対策として、ドイツでは、浮上せずに水中で充電できるよう、水上から大気を艦内に取り込むシュノーケルが開発された。ただし、これは、先進度でしか使えないため、 後に、イギリスで開発された波長の短いレーダーによって補足されるようになった。また、バルター機関という火酸化水素を用いる非大機依存推進機関の元素も模索された。しかし、当時の技術では抜本的な問題解決には至らなかった。通常動力型潜水艦は原子力潜水艦と違い、航続力の問題もある。原子力潜水艦の航続距離は、 食料や弾薬などを除けば原子炉の燃料防空換時期にのみ依存する。充電中の海上自衛隊潜水艦このように通常動力型潜水艦はその動力から来る制約から水上を浮き航することが多く水中にも潜ることができる艦という意味で河川艦とも呼ばれる。真の意味での潜水艦は原子力潜水艦の登場まで待たねばならなかった。しかし、 このような制約があるとはいえ、原子力潜水艦と比較して、静粛性に優れ、建造費及び運用費及び配管の処分費が安く、放射能関連の事故や汚染の危険性もなく安全で、取り扱いや処分も容易である。このように原子力潜水艦とは異なった点で、数々のメリットがあり、原子力潜水艦の登場以降も、世界各国で建造され、運用されている。 近年では、スターリングエンジンや燃料電池などのエイプ機関の搭載により数週間の連続潜航が可能となり、戦術型潜水艦においては、通常動力型潜水艦が主流となりつつある。日本の海上自衛隊では、操縦型潜水艦においてエイプ機関の一種である、スターリングエンジンを採用したが、スターリングエンジンは大きさの割に出力が低く、 送流型11番艦、横流と12番艦、東流では、スターリングエンジンを廃止して、リチウムイオン蓄電池を採用し、世界的に注目を集めている。ありがとうございます。